さあ、今日もご紹介者も多分ね、これは今日のおばあちゃんに聞いてみようと思いますが、同年代に近い方というのはね、とめのさんってカタカナで書いてるということは、お名前がね、紹介者の方、はい、紹介者の方、ということはかなりのお年だと思うんだし、ほいで今日のおばあちゃん、なんと大正15年と言いますと年齢は89ですが、7月の22日生まれ、来月でおそらく90年。すごいね。国江さん、国江おばあちゃん、もしもし、はいはい、あの国江お嬢さんです。若い、ちょっと待って、声若い、あのすいません、はい、あのおばあちゃんに変わってくる娘かなんか出てきてませんか。娘、うん、国江さん、変わるんですか。え、娘と変わるんですか。いや、娘と変わるんじゃなくて、国江さん、あなた。はい、あの、私、あの、国江お嬢さんです。おばあちゃん違います。いや、そしたらね、聞きますけど、来月90歳になるね、ほいじゃ。はい、そうです。うわ、90歳です。これって、あの、おばあちゃんに。大正15年。え、大正15年、はい。いや、大正、いや、なしね。昭和。って言いたいですけども、大正15年。アホ、おばあちゃん。どこもボケてないわ、これ。いや、すごい。すごいわ。ちょっと待ってよ。はい。ちょっと待ってよ。はい。そしたら、ちょっと家族構成を聞くけども。はい。あの、もう90になろうとすると、やっぱり、ひまごがおるよね。まず。はい、ひまごおります。何人？ひまごは、5人です。ほう、ほじゃ、孫は？ 6 人やって、1人亡くなったか。あ、そうか。はい。それでひ孫は5人、あの孫は9人です。うわー、それで孫は9人で、はあ、おてひ孫は5人、5人って言ったね、はい、これおばあちゃんは何人産んだ。私、女4人と男1人。5人、はい。ほじゃ、おじいちゃんと誤解したわけやな。はい、そうです。はい、そうです。いや、そんなことない。こんなね、国江さんの時代はそんなせえへんね。はい、あの、はい、ね、あの結婚して、はい、だから新婚旅行なんかも行かへんもんね。いえいえ、行きません。行きませんよね。はい、とりあえず新婚旅行なんか行きません。ね、家で結婚式したみたいなもんで、はい、それでご主人があの来てくれて、はい、それでまあとりあえずまあ布団敷いて、ほで、まあ、上に乗ってくる朝だけど、まあいいや、ほんまに、しゃないよね。びっくりしたでしょ、だけど、おばあちゃん、くねえさん。初めての時に。もしもし。はい。おばあちゃん、はい。ご主人は、残念ながら、もう、先に行かれてます。もう、早に、もう20年からになります。あ、神様になってんねや。え、もう、仏さんになってんね。はい、もう72歳で亡くなりました。あ、そうかそうか。はい、じゃあ僕らと一緒の頃の年代で亡くなられたんだけど、それから国江さんはお元気にずっと、はい、ね、はい、お孫さんとかひい孫を恵まれてということで。そうです。これおじいちゃんとはなんかお見合いですな、これは、きっと。あの、家、向こうから惚れられたんですよ。おばあちゃん、この国枝さん、嘘つきやな、ずっとさっき嘘ばっかついてんねん。どこで知り合うたん。おばあちゃん何しとったん、どっかの、お家のお嬢さんなの。そうです。笑いながら。お嬢さん、ちょっと言うとくけど、お嬢さん、お嬢さん、ほいじゃ、お嬢さんとこへあのお父さんが来るわな。はい、ほいで来て遊んで、それで結婚前にもうあの子供ができたとか、そんなことではないの。そんなことないですよ。ちゃんと式あげてからお父さんと結ばれた。はい、そうです。あの、ものすごいね、あの硬い人、真面目な硬い人だったからね。ああ、硬い人やったんだ。真面目な硬い人です。そしたらあれですね、結婚して初めての私の方が不良ですね。え、そうじゃ、あの国江さんの方が、国江さんの方が不良です。当時アプレとか言ってた時でしょ、多分。え、お嬢さんがちょっとやんちゃなお嬢さんのことアプレとかなんか言ってなかった。アプレ、うん、娘とかなんか言ってる、なんか覚えてるな。ほいじゃ、おばあちゃん、国江さんがあれやな、惚れたんやな、おじいちゃんに。あんまり惚れへんけどな。あんまり惚れてません。惚れません。惚れてもいないのにそんな赤ちゃんできた、うん、向こうに惚れられたんです。鬱陶しいおばあちゃんやな。私惚れてませんよ、向こうがね。ああ、惚れたからね、仕方ないわ。好きだよ。好きになってくれたんだ。ほんなおばあちゃん、ね、あの国枝さんをね、ああ、
もうすっぽり苦労させてね、お手玉って先にあの世行ってしまいましたそれから余計伸び伸びしだしたのかな、邦衛さん。だけどね、はい、考えたら5人のお子さんでしょ、はい、そこにそれぞれがまた幸せに孫が9人もできたら子だくさんで、はい、これは恵まれてますね。はい、まあおかげさまで、はあ、まあ、あの子供たちもあのこの邦衛さんに似てね、うん、みんなあの真面目な賢い明るいね、はあ、みんな家庭を持ってます。あら、それまた羨ましいなごめんね。いやごめんねって、自分の自慢ばっかりってごめんね。自慢なら負けへんで俺も。でも今日はねあのなんですよ、坂東様から今お電話いただくまで胸がドキドキして待ってましたあ、そうだけど朝早くからこれ元気な声でね聞いてくださってる方々も喜んでると思いますけども、はい、あの当時はそんなね大正時代なんてちょっとしたって昭和に入った頃なんて恋愛なんかしとったら、はい、ほら近所でものすごいあの娘何やろえ国一をあの女はってえもう遊びでほうけてるような女。坂東様、はい、坂東様、はいはい、私ね、はあ、今日坂東様とお話できるのね、うん、宝くじを買って1億円当たったような気持ちです。今すんません、1億のどんな9000万俺にくれ、はい、当たってる当たってる、宝くじに当たってる。いやそんな言われると嬉しい娘ね、1億円当たって、うん、当たるより嬉しいです。いえ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 、いただいてとんでもございません。これ長い間、うん、長い間、それよりも僕らはね、はい、これお聞きの皆さん方も同じ世代よりも若いおばあちゃんたちがきっとね、はい、邦衛さんのそのお声を聞いて、はい、あれ私らも昭和のそれこそね、はい、15年とか、うん、そこらの人大正とではえらい違いだ。こんなんだったらもっと元気にならなって勇気をもらってますよ今ね、うん、ありがとうございます。お元気でこんなに、いやいやそれで今ね朝起きるでしょ、はい、今起きてくださってる、これからどうするわけ、はい、孫たちが近くにおるわけじゃないでしょ。いえ、あのみんなあのあまり離れてません。あ、それで元気な、あのまあまあそばにおりますね。あ、そうなんだ。お仕事したのかな。なんか本当にあのみんなね、はあ、自慢の子供たちです。それでね、はい、それでね、はい、留野さん紹介者の方がおばあちゃんはなんか今も現役の美容師さん。そうです、やってます元気に。ちょっと待って、80やで。頑張ってます。まだ二十歳気分ですね、は私はね。そしたらちゃんとあのカールとかいろんなことも全部できるわけ。え、パーマ、パーマとかも。はい、そうです。いや、はいってね、おて今までね、はあ、子供5人とね、はあ、従業員とね、はあ、14人の家族でね、はあ、あの生活してました。あの当時はえらい苦労あったなと思うけど、はい、今になったらあの当時は幸せあったなと今思ってます。あ、それでお元気なんだ。はい、あのね、お部屋でただただおってテレビ見てたりしてどうのこうのだったら、はい、そんだけの元気はないですわそれとあのお仕事中でもラジオが流れてたりしましたからね。はい、だからラジオのファンになっていただいてありがとうございます。いえいえ、どうもありがとうございますいやいや、もう僕ら あのこれね、こんなん言っちゃおか、ほんまにあの、いや今日様とか言うほどではないんですよ、本当に私の宝物にいたします。あのすいませんけどおばあちゃん、はい、あの俺も仕事が始まったんだけど、はい、ちょっとあの貝塚までったってそう遠くないからね。はい、ねえ、うん、パーマ手に パーマ、あ、パーマ、あのちょっと裾の方当てていただいたらちょっと多く見えるからあの男の人もやるの、おばあちゃんとこ、あのカットの、いえいえ、あの前頃男の人も来てましたけどね。そうやな、一時期昔パンチパーマとかなんか男の人も来てくれましたけども、うん、この頃ね、うん、もうお店もあの美容室がたくさんできまして、うん、組合に入ってない人もたくさんできましたね、あの店が。だからだいぶ暇になりました。あ、はい、ね、ものすごい暇です。しかしおばあちゃん、あのひ孫の中に、はい、あの女のひ孫さんは何人ですか。5人いますけど。女のひ孫ですか。うん、女のひ孫は2人です。2人。そしたら、はい、この子が嫁に行くときは、はい、ちょっと邦衛さんが全部こうね、セットを作って、それで帯も全部ね、うん、きちっとしてあげて、
もうできませんね。できる、こんだけ口が達者なら。もう今まで鮮度してきましたから。してきたはった。はい。そんなことで鮮度してきたって言うけど、それだけ達者なね、おばあちゃんなら、それが、それ取材に行きたいな。すみません。テレビかなんかで。みんな劇場でやってますからね。え？もう今ま、もう劇場で今やってるからね。もう私らの、あの、手は空きませんの。いやいや、いける、はい、やってあげて、そんなもん。ものすごい優秀な手でありますけども、空きません。あの、かまへんや、そんなもん、くしゃくしゃになった。でも、おばあちゃんがこれだけの戦闘しましたったら、感動的ですよ。はい。今もう式場はね、それで儲けてもらわないと。言うこと聞かんな、この人は。嬉しいわ。いやいや、あの、とめのさんがね、もう元気なおばあちゃんや言うけど、とめのさんもええ年でしょ、だけど紹介してくれた。あ、とめのさんはいくつですか？いや、知らない。言わない。言わない。言わない。私の年も言わないでください。そう、なんで、もう言うた。もう90、来月で90って言うた、もう。もうあかんな、はい、女はいつまでたってもおしゃさせても言うたらあかんって、ね、あ、そっち言うといたらよかった。はい、いや今日もね、はい、もうね、あっという間に夏が来ますけれども、はい、皆さん方がね、お仕事をしながらでも聞いてくださってる方もいらっしゃる、車も運転しながら来て、あら、本当に国へおばあちゃんがそんなに90になろうというのに元気だったら俺らもって、たくさんの方々がまた、あの、どうぞ、あの、本当に油断はしないでくださいよ、元気だからっつって、はい、はい、ありがとうございます。はい、これからもよろしく。これからです、これから青春です。私まだ頑張るつもりは青春やって、これから青春。はい、あの、すいませんが、山本とめのさんにもよろしくお伝えください。はい、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 それで美味しいね、はい、桃が届きますから、どうぞお食べくださいよ、はい。旦那様も、はい、あの、あまり無理しないで、必ずに十分、あの、お大事にしてくださいね。なんか母親みたいで、はい、ありがとうございます。どちらか、本当におばあちゃんも気をつけて。はい、はい、ありがとうございます。どうも、ごめんください。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。あ、気に。